神世界です。これは何の世界もそうです。さ、水泳とかいろんなスポーツ、バレー、バスケ、そういったスポーツ全てがそういうふうに狭き門です。なろうと思って誰でもなれるものではありません。でも僕はみんなに努力して目指してくださいとお願いしたいです。偉いが言ってること違うやって思われるかもしれません。だけど夢に向かって努力したことっていうのは、これから皆さんが大学に行って会社にお勤めするようになって、いろんな人と話をしたり、挫折をしたりすることがあるでしょう。悲しい思い、辛い思いすることもあると思います。だけどそういう時に夢に向かって努力したこと、野球選手とかそうなりたいなと思って努力したことが必ず役に立ちます。